ョンジュン時間いっぱい。速攻という部分では大阪の方に分があるんですが、今シーズンさあここも少し遠目からブロックは10秒です。2人がかり止めに来て、これディフェンス読んでますね。はい、そしてこれはもう走るかわしながらまたうまさを見せましたイヒョンジュン。まあ、そしてイヒョンジュンここはどんな可能性を見せるか、中に飛び込む、かわしながらのシュート、ただ押し込んでいます。アタックするが三井います。一度はゾーン成功です。そしてこれが入る、大きいですね。さあ対するヒョンジュンが送る、飛び込む、そしてロングは負けずに決める大阪です。いいしましたね。バスから当てるサイド、イヒョンジュンスリーポイント、ノーマークでしたね。これが入ってきましたね。今日5本目にして初めての成功。ファール4つギリギリのプレイヤー、三井が止めに行ったんですが大丈夫か。そしてイヒョンジュン来ましたね。ここで決める。ファール4つギリギリのプレイヤー、三井が止めに行ったんですが大丈夫か。そしてイヒョンジュン来ましたね。ここで決める。今日は橋本選手がいません。自分で行く、そして外を回すイヒョンジュン、このアタックも大きな持ち味ですが、外から鈴木達也スリーポイント、ね、まあ、生かしきれなかったですね。得点は1点だけという信州です。さあここまたイヒョンジュン、中飛び込んできたロング、ハロイヤロー、ハロイヤローにドンディが懸命についています。そのマッチアップ、そして右からイヒョンジュン、これをイヒョンジュン、ショーンロング、ショーンロング中に侵入して決めていきます。鈴木、ここは得意のスピード、2番の争いはどうだ、2番の争いの中得点になりましたですね。鈴木には不入がついています。イヒョンジュン2つ目のショットが来た、イヒョンジュン2つ目のショットが来た。フィッシャーヘッドコーチもこの判断力が素晴らしいというふうに話してますね、はい、シュートが早い、ゾーン気味でエリアで守ってきたという広島。おっと、ここはボールを奪った、ゴーダ選手らしい、ゴーダ2、3のゾーン続けてますね広島ディフェンス、はい、タイムアウト明け、ここでいい形で点が取れるとリセットになりますね。イヒョンジュンのここまでは3ポイント好調だったメイヨですが、今日はなかなか来ません。イヒョンジュンのスリーは来た、大阪ペイレーツ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 、激しくついているルーキー同士のマッチアップ、イヒョンジュンに一度託す、そしてロングダウン、ジョン・ロングエンドワン、イヒョンジュンには山崎がついています。今日の注目選手同士、ちょっとスリーツー気味のゾーンですね、ヒョンジュン飛ばしてスリー来ました、見せますね。ついているカロイヤロ、ここはミスマッチ、カロイヤロコーナー飛ばしてイヒョンジュン決めた、韓国の欲しい、スリーは来ない、そして最後はロングのダンクだ、大阪ブースターから大歓声、ああイヒョンジュン。